皆さんこんにちは、ヨアンド院長です。まあなんかちょっと悲しい話していいですか今週末でね、一生懸命撮ってるんですけど、この前ね、まあ、テンロペラのライブに行ったじゃないですか。僕は12周年の5日とヒューマンディグニティのファイナルの6日ですね。で、あやめくんが言ってたんだよ、よからぬ掲示板の話を。あのね、もうね、なんか俺まで叩かれるからね楽しそう。それでさ、こう叩いてる、叩かれるとな、やっぱ何も知らないで叩いてんだよね、実情を、で、まあその実情を知ってる人たちもいるわけですよ。報告上がるからね、俺見に行ったからねおい、言いたことあったら直で来いよバカじゃねえの本当に。大体ね、こう、何なんですかね、あれって何のためにやってんの、よからぬ掲示板って。こう、ファンが集まってんのかなって思ったら、なんかファンがファンを叩く集いみたいになってんだけど、そういうことして何になんのね、なんか、うちに来てるオペラの患者さん、みんな結構いい人たちばっかりだけど、なんか、こう、私叩かれるんですっていう人もいるし、まあ、実際に叩かれすぎて来なくなった人もいるっていうような話も聞いたことあるんだけど、まあそういうことやって動員減らして、それは本当にファンが集まってるのか、それともどっかこう同じような知名度のライバルバンド あのファンが破壊工作に来てるのか、どっちなんですかねそれ。あんまりひどいこと書いてるとあれですよ、あの訴えられても知らないよ本当に。あの匿名だけど、一応はなんか名誉毀損に当たるようなこととか書いてたら、あの情報はあの請求できるんだよ。気をつけた方がいいよ本当にバカバカしい。もっとね、こう歯がゆい気持ちもいろいろあったりとかね、わかりますよ、はい。もっとマテンロペラ有名にしたいとか、もう常々そう思ってますよ。でなんかまあちょっと笑っちゃったけど、僕はなんかヨウ君とあやめ君に避けられてるらしいですね。おい、ヨウ君とあやめ君なんか言ってくれよ本当にいやー、なんかオペラにすり寄ってるとか、マッテンローオペラで売名してるとか、おほほ、ですね、僕がマッテンローオペラと関わることが売名に、まあ、なるでしょそれ。オペラは全くユアンドーのユの字も知らなかったわけだからそれなるかもしれないけど、あのそれこそね、本当の意味で売名になるぐらいの知名度になってもらいたいから一生懸命応援してますよ。じゃあいやらしい話ですね、はい。うちに来てることを公表してる患者さん知らないのかな、あのアーティストとかでまあびっくりしたね。去年かな、大原さくら子ちゃん、もうほんと娘のように可愛い、もう会ったら高い高いいつもしてあげたいぐらいですよ。スプーンですくって食べちゃいたいぐらい可愛いですよさくら子はね。そのインスタのストーリーに僕出たんですよ。だったら僕がね、そうやってあのごますってすり寄って知名度上げたいんだったらそっちにするでしょう。普通10代の女の子に一番支持されてるアーティストらしいよ、まあ、そこまでいったかすごいなと思うけどね。もうライブ行くとね、なんか桜子のライブ行くと、本当あの子本当にすごいですよ、才能が。あの声がすごい、本当何の雑味もなくね、僕2階席で見てたんだけど、スパーって飛んでくるからね、すごい、もうすごいもの持ってますよね。まあ、まあ上から言ったかな、じゃあそういうんじゃないよ。でもなんかすごいちっちゃいからね、あの僕17歳ぐらいから知ってるんで、娘が
一生懸命頑張ってるように見えちゃって、もう涙が出てくるんですよ。あんまり行きたくないんですよ。まあそんなんとかですね、今度ね、もう笑っちゃうんだけどね、本当今度はあのファントムエクスカリバーとコラボしますみたいな、はい、叩かれるみたいな。もう本当に暇だね。本当にいいじゃん、誰とコラボしたってさ。だいたいね、僕がねファントムエクスカリバー応援したらダメなんですかね、それは。はい、全然そのもちろん僕先に言っとくけど、もうそれは公言してるけど、僕の一番好きなバンドはバンプオブチキンだから、俺はブレないよそれは。でもまあ一番応援してるバンドはまあテンローペラって、はい、シャワーを上げて応援してると。で、あのファントムエクスカリバーって何なのかってね、要はね、あの僕はもともとメタルとか一切聴かなかったんだけど、まあ、マテンロペラを知ってから、まあ、ビジュアル系はあの世代的にもあの知ってましたけど、マテンロペラと関わるようになってからこうメタルの魅力を知り始めていったっていう感じで、まあ、そこの教育係が、まあ、基本的にはユウくんだったわけですよ、あのドラマの元マテンロペラですね、ユウくんだったんですけど、でそのユウくんがのユウくんの魂はですね、まあ、まあもちろん生きてますけど、マテンロペラを共に心は共にあると思ってますけど、今まああれですよ、別にもうユウくんと縁切れてるわけじゃないから、俺この間も LINE したからね。あのマテンロペラが武道館でライブやるとき、関係者席でユウくんと並んで座って見ながら泣きたいっていうのは僕とユウくんの夢ですよ、ね、でそのユウくんのドラムをドラムセットでしょ、この玉のあれを受け継いだのがファントムエクスカリバーのドラムのトーマスくん。そしてこの前そのファントムライブ行って、その後ユウくんとこう喋ってたんだけど、 LINE でねやり取りしてたんだけど、僕が託した理由が分かりましたかと。まあ、叩くような人は、まあ、どう受け取ってもらっても構わないけど、僕はその僕なりに託した意味を解釈しましたよね、はい、あの正直ね、もうファントムエクスカリバーのライブはね、あのメタルが好きなら行った方がいいかと思いますね。ぜひ一度足を運んでみたらどうでしょうって思いましたね、はい、あの PV を見ると僕も最初はちょっと分かんなかったんですよ、面白いことがしたい人たちなのかなっていう、はい、あの心にね刺さるライブでしたね、本当にメタルが好きなんだ、はい、なんか嫁と一緒に行ったんですけど、西川口のハーツ、嫁号泣ですよ、キングダムの時より泣いてたから、はい、もう本当にあの全然マテノブラジャンルが一応メタルっていうのが被ってても全然やっても違うんで、あれですけど、本当にあの胸を打つライブでしたね、あのメッセージが。なんか東京ドームを彼らは東京ドームでライブやるのが、まあ、夢とか目標なんですけど、マジであの行ってびっくり、はい、もっと行ってびっくり、マジあのメタル、マテンロペラから始まってメタル好きになっちゃった人もぜひちょっと行ってみてもらいたいなと、はい、思います。そんぐらい良かった、本当に良かった、もう俺も泣いちゃったし、で一応まああの関係者席で見させていただいたんですけど、普通はねいい子にしなきゃいけないんですよ関係者席、僕はあのまあそれこそ先桜子の話も出たけど、もうまあ正座じゃないですけど、もうあれですよ、きちっとどんな煽りも無視ですよ、はい、それがもう楽しくなっちゃってね、一緒に歌ってましたからね、
マテンロペのライブでも歌ってるけどね、バレないようにね、こそっとね、なるべく口を怖くないようにこうやって歌ってますけど、たまにねすごいガン見してくる人いるんですよ。僕がうざいのか僕に夢中なのか、なるべく出ないようにしてるんですけど、あの集中力をとがね、あれしないように一応気をつけてねやってるんですよ。でなんかこう、まあ今言えない話がいっぱいあるんです。そのうちいつか明らかにできる機会もあるかもしれないけども、言えない話もいっぱいあって、で僕はあのゆうくんはマブダチだと思ってるんで、はい、ゆうくんの託したものが2バンドあって、それを僕にも託されたんで、はい、コラボしちゃっていいじゃないか、応援したっていいだろう、自由だろそんなの。どう、まあそしてですね、まあ一個分かってることは、まあ僕のことを知っている、まあ、天狼オペラファンの中で僕のことを知っている人のほんの1割ぐらいが叩いてると。まあその人たちは、まあ、10分の1の確率で、まあ、少し痛い方たちなのかなと思ってます。はい、同じバンドを応援するんだったら気持ちよく応援しましょうよ、ね、叩いて一人気に食わないファンがいる、目立つファンがいるっつって、じゃあそいつを一斉に叩いて、あのまあ分かりますよ、ムカつくファンもいますよ、はい、あのじゃあその人来なくなったらその人の分の動員数なり収益を叩いてあなたたちは補えるんですかと。まあまあ、そういう現実的な話したくないですけど、僕もねバンプのライブでねすげえもうあのなんだっけメッセでやってて、まあ、アリーナだったんですよ。友達がチケット取ってくれて、後ろのまあぎゅうぎゅうだからね、もうあのサンディングなんで後ろのやつがね、まあ、まあみんなこうやってこうやってるじゃないですか、わー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 やってて、でまあぎゅうぎゅうでしょ、手が下ろせなかったからここに乗っけてたかってこうやって止まって、いや見た目怖くない？ね、いい度胸してんなこいつと思いましたけど、そこまでは許しますよ。ね、そんだけ盛り上がってた。ただそいつがね、びっくりするが音痴だったんですよ。ずっと歌うんですよ。こう声出せよってとこじゃないとこで、もう歌が止まんないの。盛り上がっちゃって。さすがにねぶっ飛ばしたくなりましたね。我々はもうね、まあその頃も似ちゃってあったけど、まあそういうのはもういちいち見ないけど、バカバカしい。さすがにちょっと腹も立ちましたけど、でもまあ自分と同じものにまあ共に熱狂しているんだと、はい、小さな力がね集まってこうファンができてですね、でそれがですねまあ動員数になったり収益になったり、より有名になったり大きい会場でできるようになったりっていう、その最中にいるのを少しずつ削る行為はマジでやめよう、本当に。で僕がね美容整体師なのに偉そうにっていうのを聞いたんだけどおい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 本当にこいつ何も知らねえぞと思って、マジで来いよ本当に、直に言いに来いよ、だって隠れて言ってねえで見られてっかんな。まあメンバーたちは見てないけどね、そういう話はやっぱり関係者に回ってくるからね。結局僕は美容整体師なのにいろいろこうメンテだなんだってやるのは美容整体師の方が少ないでしょ、世の中には。美容整体師を名乗ってる普通まあぽい人はいるけど、実際の美容整体師っていうのはあんまりそんなできる人たちそんなにいないですよ。でまあ僕は痩せさせたり女性をねラインを整えたり顔を小さくしたりっていうのをこうやるのが一応メインですよ。本業だけやってたいよ。ビジュアル系のバンドのメンバーだからビジュアル系の顔だけをやるとかやった方がいいよ、これだってありとあらゆるとこ行って、鍼灸とかもね西洋医学も東洋医学もいろいろやって、それでも結果が出なくて最終手段で回ってきたのが俺ね。で一番そのいろんな中で一番結果に近づいたのが俺。美容整体は体のこと分かってないと整体師のもう一個上に行けないんですよ。美容整体師になれないんですよ。体のつながりと仕組みが分かるから開発ができて
効果が出せるんですよ。なんかあの、小顔矯正セルフでやれるやつとかも口の中からやる施術なんて教えてくんないからね。分かんないんだもん。だってこれがなんで縮むのか、やった人縮んだってたくさん声いただいてすごく嬉しいんだけど、なんでそうなるのか、なんでそういう発想ができたのかっていうとこまで届かないでしょ。整体知ってるからなんだよ。言うとけど、日本でトップクラスに有名なあのボーカリストね、女性の方なんだけど、あのまあ本当に超有名な曲歌ってる方の喉とかも調整してるんですよ。僕は美容整体師ですけど。だからできる人がいないからやらざるを得ないんですよ。ね、園くんが酒飲みすぎて太っちゃったから、じゃあ俺が痩せさせるとか、そういうのに使ってくれよって俺も思うよ、それ。だ足が痩せるっていうのは足の疲労成分も抜けるんですよ。でドラマーのあの激しい背取りのね、体とおかしくない決まってんでしょ、あんなアスリートみたいなもんなんだからね。そういうのを美容の技術は一個上だと思ってほしいんですよ。あの整体師のね、格が上下の話はそんなことはまあどうだっていいんだよ。そうじゃなくて知ってるか知ってないかなんだよ。その肩こりを揉んで取りますとかそういうレベルの話じゃないんですよ。なんで他の人ができるんだったらとっくに他の人が呼ばれてるよ。そして俺がサポートする理由はもう本当いずれちゃんと言ってあげるよ。そのなんか機会が来たら、機会が来るまで言えないこともあるんです。はい。なのでよからぬ掲示板でマイナス行為を繰り広げている人を僕はファンだともオペラだとも思ってないですから。はい。もうそいつがそういうのが結局ファンの民度が低いとか言われちゃうんだよ。で新規の人が行きづらいんだよ。ね、ああいうあやめくんみたいに優しく注意喚起したのをちょっと悟った方がいいと思うよ。まあ僕の知ってる範囲ではメンバーは見てないと思うけどね。でもあんまりひどいこと返したら話は上がるからね、必ず周りの関係者からそうだと思ってください。全くもってプラスの行為ではないのでものすごい腹立ちますね。はい。で僕に言いたいことあったら直で言いに来ればいい、マーテンロックに関わらないでください。言いに来ればいいよ。なんで関わるのかを直に教えてあげるからそれでもいいけど、全然ほんま別に怒鳴ったりぶっ飛ばしたりはしないから来ていいと思いますよ。まあそういうことですよ。だからなんか一生懸命ね、この関係者は上を見て一生懸命やってるんで、まあほんとね、足引っ張るようなことだけはしないでいただきたい、半分中の人からのお願いですね。はい。そういうことでですね、まあ U&OTV をですね楽しんで見ていただける方でね、全くそっちの話は知らない人にとってはねどうでもいい話だったと思いますけどね、まあ、とりあえずねファントムエクスカリバーとね何かやるのでね、ちょっと待っててください。はい。ちょっと面白いと思うんで、まあ、それは年末からもう話は決まってたんですよ。はい。まあ、その他いろいろ他の、まあ、YouTuber ではないんですけど、まあ、ちょっとコラボ的なこともいずれあると思います。あるっていうか、まあ、あることだけは決まってるんですけど、内容とかが一切決まってないんで、そういうのもですね、まあ、ちょっとお楽しみにしててください。楽しいことだけではないですけども、はい、生きてればね、はい、こうやって YouTube で発信する内容も楽しい内容だけっていうわけにはいかないけど、まあいろんな意味でですね、察しなさいというかお察しくださいということです。はい。ご視聴ありがとうございました。